はい、こんにちは、うたみです。皆さん、ジャンプスーパーステージブルーはご覧になりましたでしょうか？今日のね、朝10時45分から11時15分まで、鬼滅の刃の回だったんですが、そこでね、新しい情報がまた発表されたので、今日はその内容をお伝えしていきたいと思います。ちょっと諸事情により、はい、この煉獄先生と義勇さんに来てもらっています。で、さらにね、今日発表されたね、ものとは別に昨日一番くじの最新情報も出ましたので、そちらもお届けしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで、まずですね、2月2日ワールドツアーが上映されるんですが、入場者特典として柱稽古指南書の配布が決定いたしました。はい、こちらの中身はですね、柱に焦点を当てた全20ページの特別冊子で、収録内容、竈門炭治郎役花江夏樹が柱を語るスペシャルインタビューや、柱総作画監督、作画監督修正集、柱キャストコメントとめちゃくちゃ豪華な内容となっております。はい。で、この指南書のね、表紙もね、発表されたんですが、開くとね、今回のキービジュアルの柱たちが一面にバーンと出てくるということで、いやーもうめちゃくちゃかっこいいよね。これはね、映画早めに行ってゲットしたいなと思います。はい。本当に楽しみ。もう一つがですね、3月9日と10日に開催されます、鬼滅祭についても追加情報が今回出ました。はい、まずね、鬼滅祭の美術。はい、こちらが発表されたんですが、炭治郎、禰豆子ちゃん、善逸、伊之助、玄也、無依くん、みつりちゃん、刀鍛冶の里メンバーですね。はい、もうみんなね、大正ロマンな装いでもう本当に可愛いですよね。はい、もう炭治郎はなんかこう渋い感じの大人っぽい服装だし、禰豆子ちゃんはもうなんか本当にお嬢様みたいで可愛いよね。で、善逸もね、すごくおしゃれで、さらに肩にチュン太郎もいますね。なんか敬礼みたいなポーズしてんのかな、めっちゃ可愛いはい、で、伊之助はなんか学ラン着てるみたいなね、なんかすごいはだけちゃってる相変わらずが。で、玄也くんね、なんかもうすごい体つきも大きいしさ、なんかもうポージングもまさにお兄ちゃんと一緒だよねみつりちゃんもね、めちゃくちゃ可愛い。なんか最近こういう着物となんかフリルとレース組み合わせた着こなしが多いから、本当トレンドを取り入れてるような装いになってますよね。可愛い。むいくんもね、目に光が宿って、しかも応援出るのめっちゃ可愛い。でもね、なんかこう黒い手袋なんかしちゃってね、ミステリアスな感じもありつつ、いやーもうみんな、このね、鬼滅祭の美術、もう最高ですね。開催概要としましては、2019年より開始したアニメ「鬼滅の刃」5周年をお祝いするメモリアルイベント、幕張メッセ展示ホールではアニメ「鬼滅の刃」に関する企画展示、特設ステージ、アトラクション、オリジナルグッズ販売など様々な企画を展開するということで、展示のね、ちょっとイメージ映像みたいなのも公式サイトに出てるんですが、いや、すごいよね。もうなんとなくこうステージの感じだったり、まあ、ブースもね、すごいたくさんあったりとか、あとね、ステージの近くにね、なんかかまぼこ隊が、キャラクターがいるのかな、なんかうっすら見えるんですが、ね、キャラクター来んのかな、めちゃくちゃ楽しみだね、これね。で、まあ、主な展開内容としては、刀鍛冶の里編を中心とした様々な企画展示、これまでの各シリーズをモチーフにした体験型アトラクションコーナー、鬼滅祭オリジナルグッズの販売、誰でもご覧いただける特設ステージ、世界に広がる鬼滅の刃エリア、鬼滅の刃火の神血風譚体験エリア、鬼滅の刃目指せ最強大使体験エリア、その他アニメ5周年を記念した鬼滅の刃の世界観とともに見どころたっぷりな内容でお届けいたしますということで、いやーもう盛りだくさんですね。めちゃくちゃ楽しみです。チケット販売だったりスケジュールに関しては公式サイトに詳しく載ってるので、ぜひ皆さんそちらをご覧ください。で、その次にですね、この鬼滅祭の中で3月9日の方にですね、鬼滅の宴が、はい、今回も開催されますね。もうこれもね、楽しみにしてる方多いんじゃないでしょうか。使いようとしましては、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編の世界観を彩るキャストたちによるオリジナル朗読劇や生アフレコを中心に展開されるステージイベントを開催。日時がですね、3月9日の土曜日の方のみになりますね。会場が17時、開演が18時から終演が20時半予定だそうです。去年はね、私配信で無限列車編と遊郭編の方視聴させていただいたんですけど、今回は配信あるのかな？今のところちょっと情報は出てないんですが、はい、ちょっといけるかわからないので、私は配信があれば配信で見たいなと思っております。で、出演の方がですね、ほんと刀鍛冶のメンバーのですね、花江さん、紀藤さん、川西さん、花沢さん、岡本さん、はい。ですね。はい。こちらはですね、鬼滅祭の入場チケットとはまた別のチケットとなりますので、こちらも皆さん、もしね、購入される場合はお気をつけください。はい。で、お次はですね、一番くじの最新情報になります。一番くじ、鬼滅の刃、思い出の蝶屋敷がですね、2月10日の土曜日より順次発売予定ということで、全ラインナップのね、画像が公開されました。見ていきたいと思います。A賞が胡蝶忍つゆりかなおのフィギュア、2体セットになってます。前回のね、不滅の絆のシリーズみたいな感じになると思うので、小さめだと思うんですが、これはね、すごい可愛いので、もうなんとかゲットしたいと思います。B 賞が胡蝶かなえフィギュアですね。はい、この2人を見つめる優しい笑顔のかなえお姉様。これもね、はい、絶対ゲットします。こっからがですね、前回出てなかった画像になりますね。はい、新章、隅、清、奈穂、とこのっこフィギュアセット。こちら全1種類ですね。もうめちゃくちゃ可愛いね。みんななんか頑張れっていうポーズしてるのかな。はい、これはセットなのでね、多分80本のうちの何本あるのか、これも楽しみですね。レイショーが胡蝶忍のガラス瓶セット。約10センチということで、まあ割とフィギュアに近いぐらい大きめのガラス瓶セットですね。これちょっと使い方としてどういう風に使うのか、ちょっと実物見てみないとあれなんですが、紫っぽい色とピンクっぽい色になってますね。B賞が見ててねアクリッツマスコット。こちらは全14種類で選べるそうです。厚みのあるいつものやつだと思います。煉獄さんと義勇さんもいますね。F 賞が絵皿ですね。こちら全10種類。こちらはランダムになってます。それぞれのモチーフになった感じですね。めっちゃ可愛いです。G 賞がミニビジュアルシート。こちらも選べる全15種類 A4 サイズだそうです。これはね、柱が全員いますね。かっこいいですね。はい。ラストワン賞、胡蝶忍つゆりかなおのフィギュアですね。これがね、なんと、忍さんの表情が A 賞とは違って、もうにっこり微笑んでる笑顔。もうめちゃくちゃ可愛いよね、これね。今まで結構ラストワンとね、A 賞の違いって結構こう色味が違ったりっていうのが多かったんですけど、もう表情が全然違う感じがね、もうこれはこれで絶対ゲットしたいよね。で、かなおちゃんの方もね、A 賞の方では手にコインを持ってたんですが、こちらラストワンの方だと手のね、指先に蝶々が止まってるデザインになってます。いやー、これはこれでね、もうめちゃくちゃ可愛いです。はい。ということで、いかがだったでしょうか？皆さん気になる情報だったり、イベントありましたでしょうか？ぜひコメント欄にて教えてください。ということで、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。